みなさんどうもこんにちは、ヒカクです。本日は12月5日からやってきたドミナントディエンダーズレベマ比較やっていきたいなと思います。わかりますよ皆さん、頭の中に今更って思われた方多いと思います。だってさ、ガチャが来た時カタールにいたんだもん。なかなか思うように動画が作れない環境からやっと解放されましたので、しっかりと動画作りやっていきたいなと思います。でコメント欄とかでもビュットボールのプレイ動画出してほしいって意見も結構あるんですけど、まあ今はね、僕が求められてるのは比較動画だと思いますので、そういったところをまずはしっかりと作っていきたいなと思います。でもそういったねコメントとかもすごく嬉しいので、本当に皆さんいつもありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録、すべて力になってますので、それを糧にこれからも頑張っていきたいなと思います。みんなありがとう。ということで今日はですね、もう明日までしか引けないドミナントディエンダーズ紹介していこうかなと思うんですけど、まあ、正直ですね、このガチャに関してはガチャ動画でも言った通りがっつりおすすめとかではないんですが、まあ、習慣で強化されにくいセンターバックって考えたらなしではないと思いますし、怪物級の当たり選手はいますので、そういったところをぜひ見ていっていただきたいなって思ってますね。まあ、あとはですね、今後おそらく同じような括りでミッドフィルダーやフォワードが来ると思うんですけど、まあ、そのポジションの中だったら、まあ、一番強化されにくいディフェンダーを引くのがいいとは思ってますので、そういう意味では紹介する価値あるんじゃないかなって思ってますね。この動画を見てガチャ気になった方は月曜日の11時までしか引けないので、ぜひすぐに引きに行ってください。ということで、いつも通り僕の評価順もつけていくんですけど、これあくまで僕の独断偏見になるのとゲーム内での評価にはなりますので、そのあたり理解していただいた上でよかったら最後までご覧ください。では行きましょう、レッツゴー。はい、まずはですね、個別の比較に行く前に各選手のトップ強化見ていきましょう。まあ、週間 FP の時はですね、これ最後に出してるんですけど、今回は週間 FP ではなくてスキル追加もなくプレスタル変更もなく、シンプルにトップ強化だけになりますので、最初に紹介させていただきました。この辺りも頭に入れながらこの後の個別比較楽しんでいってください。でまずはですね、 B 評価第8位、カーター・ビッカーズ選手。名前かっこよすぎだろ、カーター・ビッカーズ。名前のかっこよさ S 評価です。で今回この選手はですね、ディフェンスエースがトップ強化で登場して、フィジコン90と圧倒的にフィジカルは高いんですけど、まあ、ディフェンス能力とスキル面がもうちょっと惜しかった感ありますかね。通常からは間違いなく強くなってるんですけど、あと一歩惜しい、そんな印象ですね。ただ以前のバージョンからはバチバチに強くなってますので、セルティックパック買ってる方はぜひ乗り換えちゃってください。ということで次行きましょう。さあここからがですね A 評価になっていて、まあ基本的にはここから先当たればとりあえず OK かな。第7位、ナタン・アケー選手。いやー、昨日というか今日というか、オランダとアルゼンチンの試合すごかったね。まさかオランダあそこから追いつくとは思わなかったし、アルゼンチン PK で勝ち切るのもさすがでした。でアケーに関してもですね、ディフェンスにしっかり12振っていただければ TS100 で3つの数値が90超えてきますので、ディフェンスに関してはもう言うことなしのレベルの高さなんですけど、まあコンディションが安定しないのと、やっぱりスキル面の不安は否めないですよね。まあでもそっか、アケーに関してはサイドバック起用前提でがっつり脚力とかに振ってみるのもありかもしんないですね。まあ、今回はセンターバック起用前提で考えてますけど、サイドバックで使う方は脚力厚めにぜひ振ってみてください。ということで次行きましょう。さあお次もですね A 評価第6位、キム・ミンジェ選手。ミンジェはですね、僕も習慣で当たってライブアップデート A の週は使ってたんですけど、無難に強いセンターバックって感じですね。フィジコンも TS100 で90超えて、ディフェンス系数値も欠点なし、スピードも80超え。キム・ミンジェ、ええ感じやん。瞬発だけもう少しあれば完璧でしたけど、まあ、悪くない数値構成ですよね。まあ、当たって絶対育成しろってレベルではないと思うんですけど、ライブアップデート A とかで他に優秀なセンターバックいない週があれば、その時に育成する感じでいいんじゃないかなって思ってますね。でこちらがですね、過去版との比較になります。いやこれは結構難しいですね。まあ、1よりは微妙だと思うんですけど、2よりは強いと思いますので、2のナポリ版持ってる方はぜひ乗り換えちゃってください。ということで次行きましょう。さあお次はですね、センターバックではなくてサイドバックになるんですけど、第5位、 A 評価ルークショー選手。ルーク・ショーはですね、まあ、コンディション面だけは惜しいんですけど、能力の安定感はかなりありますよね。圧倒的なスピードに加えてスタミナ90、他能力も安定して高いので、ライブアップデートさえ良ければ左サイドバックの勝ちスカも十分あるんじゃないかなって思ってますね。まあ、割とですね、守備系もしっかりありますので、フォーバックのサイドバックでも十分起用できる選手なんじゃないかなって思ってますね。でこちらがですね、過去版のルーク・ショーとの比較になります。まあ、前回の習慣もバランスいいですけど、どっちか言うなら守備系とスピード
ピードが高い今回かなとは思ってますね。まあでもさ、こういうパターン結構難しくないですか。まあトレーナー余ってれば全然乗り換えちゃってもいいと思うんですけど、まあ今結構トレーナーカツカツな方も多いと思いますので、まあそれで無理に使うぐらいだったら習慣そのまま使うんでもいいのかなとは思ってますね。まあそれぐらいどっちも良さはありますので、トレーナーの余裕次第で考えてみてください。ということで次行きましょう。さあこっからがですね結構当たりになってくるんですけど、お次は A 評価第4位クリステンセン選手。最近ワールドカップ週間でも登場したばっかりなんですけど、今回のガチャでも登場しました。でやっぱりこうやって比較すると分かりやすいですけど、センターバックはね自分で育てられるハイライトのが強くなりやすいですよね。今回ディフェンス12振りしてるんですけど、なんと上から90、94、89、94、めちゃめちゃ強くないですか。もうなんならですね普通にクリバリとかファンダイクとも見劣りしないレベルのディフェンス能力ありますので、こういったところさすがの高さですよね。まあただですねコンディションの部分だったりとか、まあスキルでブロッカーがなかったりとか惜しい部分もありますので、ここさえクリアしてればって感じですかね。いやでも皆さん的にどうですかね。可能性は感じる能力だと思いますので、もしこのクリステンセン使ってる人いたらコメント欄で使用感を教えてください。でこちらがですね以前のクリステンセンとの比較になります。個人的には過去最強でいいかな。まあ習慣と比較すると強化の差が顕著に見えると思いますので、僕はやっぱりセンターバックはハイライト派ですかね。はい、ということで次行きましょう。さあこっからがですねトップ3になるんですけど、 A プラ評価カルバハル選手。個人的にはねカルバハル結構推してるサイドバックで、9月に登場した週刊 FP をかなり愛用してますね。レアルマドリードでライブアップデートも安定しますし、見てくださいこの穴のない能力構成、全部しっかりある上に大事なスタミナが90乗ってますので、かなり使い勝手がいいんですよね。まあ正直ですねこのガチャの中で言うとルークショーとカルバハルは結構同じようなタイプの当たりになってくるんですけど、まあライブアップデートが安定しやすいのはカルバハルだと思いますし、 FP の登場回数が少ないって意味でもカルバハルの方が若干当たりになってくるんじゃないかなと思ってますね。で最後にですね以前の習慣との比較になります。これはかなり微妙かな。前回はインターセプトある上に能力もこれだけ優秀なので、僕と同じようにですね前回当ててる方にとっては明確に外れ枠になっちゃいますね。はい、ということで次行きましょう。さあお次はですね第2位 A プラ評価ハキミ選手。このガチャはですね第1位のクリバリにばかり注目いっちゃってるんですけど、ハキミもなかなかにえげつないんじゃないの。通常ともレベル上限ほぼ変わらない上にがっつりと強化入ってますので、見たら分かる通り通常とは別人レベルになってますね。で僕もですね当たったので育成めちゃめちゃ迷ったんですけど、最終的にはこの形にしました。まあ、やっぱりですね一番の特徴はスピードになりますので、そことスタミナを生かす形で脚力にしっかり振りつつ、他はですねバランスよく振ってみました。まあ、もっと守備削ってドリブルとかパス系に振るのも考えたんですけど、まあ、最低限これくらいは守備欲しいかなってところでこの振り方にしてみました。もっと特化させる方は守備を削ってドリブルやパスに打っていただくのもありだと思いますので、このあたりは好みで調整してみてください。両サイドバックできるインナーラップで足元やパスあってピンポイントクロスもしっかりありますので、ファイバックのサイドバックだったりとか右ミッドフィルダーでの起用が抜群に合うと思いますので、当たった方ぜひ使ってみてください。ということで次行きましょう。はい、このガチャ最後はですね S 評価クリバリ選手でございます。まあ言われてますよ通常と変わらないだろうと。まあ、確かにこのガチャの中だと一番強化度渋いです。ただ見てくださいディフェンス系とかしっかり強化されてますので、通常の上位互換であることは変わりないんですよね。まあ、素の状態でも3つのディフェンス能力は90超えてる上に完璧なスキル構成で、コンディションの波も小さい、 TS100 でスピード80の瞬発70いきますので、マジでめちゃめちゃ優秀ですよね。まあ、正直ですね課金できる人だったら8人搭載ガチャだし、クリバリ1点狙いでも引きに行く価値は僕はあるんじゃないかなって思ってますね。ま、僕は当たらなかったんですけど。で最後にですねこちらが過去版との比較になります。いやーこれ結構迷いますね。まあディフェンス系は今回が一番高いんですけど、ディフェンス系以外は以前のバージョンのが圧倒的に高いので、まあ過去版持ってたら、まあ、無理に狙う必要はなさそうですよね。で乗り換えるかって言われると、いや結構微妙かもな。まあとりあえず過去のバージョン持ってたらそのまま使っていただいて、まあどっかのタイミングで、まあ、トレーナーに余裕出たら乗り換える、そのぐらいの感じでいいんじゃないかなと思ってますね。はい、ということで今回の動画以上で終了していきたいなと思います。いかがだったでしょうか。改めてこうやってみるとピンポイントでディエンダー補強できるいいガチャではあると思いますので、まだ迷ってる方は月曜日の11時までは間に合いますので、ぜひ引いてみてください。今日も最後までありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。